長野県長野高等学校は、長野県長野市上松一丁目にある、県立高校。全日制普通科と定時制普通科を要する。旧第三通学区第一通学区以下、突起がない場合には、全日制についてのものである。軍立中学として開設され、県立中学校に、遺憾の際は三つの思考を持つ、県下で唯一専人校長の常勤する本校と、 なったが、県立主犯学校と、旧正中学校のどちらを、地元の長野町に優先して残すかについての、松本町との駆け引きで複雑な前史がある。同窓会館であり、普段は、生徒の学習室などとして利用される、禁止会館は、国の登録有形文化財に登録されている。なお、禁止会館には、同窓会事務局のほか、長野県高等学校体育連盟の事務局も、 置かれている。禁止に、高の文字。1949年制定。1948年4月に、長野北高校が発足した際に傍聴が新たに作成されていたものの、生徒の了解なしに作られたといった理由で評判が悪く改めて作り直すことになり、東京美術学校の生徒から図案を検証募集し、北高校の生徒の投票によって、現在の交渉となった。 国登録有形文化財禁止会館55分、授業6限である。ただし、スーパーグローバルハイスクールへの指定により、B 週月曜日は50分授業7限である。7月上旬に文化祭の禁止祭が行われ、一般にも開放されている。禁止祭の際には、講演会が行われ、近年ではアントニオ猪木、小芝正け橋久美子、池上明や OB である。 井瀬直樹、北村春を、西口千春、小林照之、武田久史隊などが講演を行った。本校のクラブ活動は、各班、部、同好会の活動に分かれる。主な大会等の活動成績は、水槽落班が全日本水槽学コンクール、東海大会に多数出場、全日本アンサンブルコンテスト全国大会で金賞を、数回受賞している。 合唱班は2008年に NHK 全国学校音楽コンクール全国大会に出場した。管弦楽班は全国高等学校選抜オーケストラフェストに出場経験多数である。2004年には放送部が NHK 杯全国高校放送コンテストのテレビドキュメント部門で優秀賞を獲得している。新聞部の発行する学校新聞。 朝庫新聞は、前身となる、北高新聞が1948年に創刊され、かつては、第三種郵便物の認可を取っていたこともあった。弁護士等は多数排出しており、放送禁止会という裁判官、検察官、弁護士のみが入会できる、同窓会が存在する。最高裁判事の西口千春を筆頭に、 新設の知的財産高等裁判所の15名のメンバーのうち、長官と現役判事を同時に排出している。注釈出典。ありがとうございます。